ございます。10月28日お遍路28日目スタートです。今日は別格8番霊場出席時にこれから行って戻ってまいります。登山です。標高812メートル、25キロ往復行ってまいります。天気は良さそうです。昨日泊まった時矢旅館のご主人にいろいろ情報をいただいてアドバイスいただいて、はい、地蔵堂経由高山、帰りが高山かね、行ってまいりたいと思います。往復8時間、普通の人は8時間って言ってたんで僕はもうちょっとかかるかな。行ってきます。霧で何も見えません。山が朝だけでしょうか、大丈夫でしょうか霧の中は歩きたくないですけど、てか歩けないですけど、ちょっと不安です。234、あと21キロの出席時。清流ですな。おはようございます。はい、ありがとうございます。横浜はい、ありがとうございます。おはようございます。さあ、いよいよ山道入ります。緊張、ちょっと緊張、はい、よいしょ。はい、マークは助かる。
ここからあと7キロぐらいかな。来た。すごい怖い。よいしょ。水か。いいね。よいしょ。
草を刈ってくれてます。ありがたいです。ちょっと細いですけど歩きやすいっちゃ歩きやすいです。左がやばいので滑落崩れないように気をつけないといけないね。よいしょ。
舗装道路に出ました。右、はいはい、開始から2時間15分、距離 8.4 キロ、時は旅館からね。舗装道路に出ました。これ多分50メートルぐらいしたらまた登る山道に入ります。残り何キロだろう、5キロぐらいかな。まあここまでは順調です。めちゃくちゃ険しいところもないし、なんか危険なところも、まあ、道は細かったですけど結構整備されてて、草も刈ってあって素晴らしい道です。地蔵堂通りいいですね、今のところ。さあここから徐々に険しくなっていくと思いますが、はい、ちょっと休憩して頑張ります。はい、了解。山道から舗装道路に入ると、はい、山道から舗装道路に入りました。1.1 キロこれを進んで再びお遍路です。お遍路道です。はい、山道から舗装道路に入ると、舗装道路がものすごく硬く感じて痛いあるあるですね。
9.3 キロ2時間40分まあバツバツ、多分その 1.1 キロ行った後の三叉路でお遍路道に入るってそこから3キロ1時間だと、ということは4時間ぐらいで終わると予定通り行けそうかな、うん、なんとか上りはなんとか行けそうです。時は旅館のご主人に感謝です。札やマーク草刈りみんなやってくれた方感謝です。すごく通りやすかった今のところ、はあ、気温が下がって歩きやすいやん、涼しい、ちょっと日に当たってるところは暑いけど、でもってもやで多分下が見えない晴れてたら寺から瀬戸内海やら見えるらしいんですけど無理かな。まあお楽しみですね。まずは着くこと、歩けば着く、頑張ります。歩けば着く、いやなかなか大変だけどやっぱ道がいいと歩きやすいね。うん、もう4、500メートルは登ったと思うんだけど一旦下るのかな確か、うん、それでもなんかもうめちゃくちゃ急なとこがほとんどないからもう歩きやすい。まあ残り3キロが本番だっていう話も聞いてるので、はい、そこから、はい、それまで体力温存ですね。頑張ります。